今日も一日お疲れ様です。リョウです。ワークマンの秋冬新作アイテムから防水のランニングシューズが登場しました。店舗にも販売しているところが多いんですが、以前僕ワークマンの新作発表会にお邪魔した時に社員さんにそのシューズの機能性を説明していただきました。かなりこだわったアイテムになっているので参考になると思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。こちらが初代ハイバウンスと言われるもので、うん、1900円でコンセプトがタウン向けだったんですよね。高反発のミッドソール、これは自社開発してバウンステックっていう名前を付けてるんですけども、うん、でアッパーがニットになっているので、こう人違って上も締め付けられて、うん、ちょっと自由になりやすいっていう、非常に普段履きとかマチ履きで楽なタイプです、うん、でやはり高反発っていう素材で皆さんやっぱりランニングの方を意識されるのがあったんですよ最初。ただそれ用で作ったわけじゃなかったので、沈むのに対して走りだと高反発に戻るじゃないですか。この帰りが弱いねっていう声とかもいただいて、昨年こちらのカーボン配合プレートの、オーバードライブを出させていただきました。これが中にカーボン配合のプレート入ってて、このロッカー構造といいますか、この体重移動と曲がった後の戻りで前に走るよっていう乱用です。で今回お出しさせていただくのがこちらですね。こちらでハイバウンスレインとい う、もう名前の通り防水特化型です、はいはいはい、でこちらもミッドソールはバウンステックを使った高反発で、ただ今までとちょっと変えまして、やっぱり先ほどサステナブルというところで、はい、この中に植物由来の成分が 20% 入ってます。それを代用することによって化学薬品とかを使わなくて済みますので、作るときに環境に優しいコンセプトでワークマンエコとサステナブル商品として使ってます。でアッパーのところの生地、これ防水なんですけど、中に糖質防水の生地が使っておりまして、外側は高撥水です。通常の撥水ですと、衣類の場合とかですと撥水って歌ってるのよくあるじゃないですか。あれって3回5回洗ったらもう撥水機能なくなっちゃうんです。弊社の場合高撥水って歌うのは10回洗ってもまだ大丈夫、30回以上が耐久撥水で、その中で高撥水をしてまず入ってくるのを弾くよ。ただ撥水は防水じゃないんでそのうち入ってきます。で中に糖質防水の生地があるので、それがもう通さない。ただやっぱりゴアテックスさんとかもあるんですけども、あれも通気性があって蒸れにくいっていう特徴があるじゃないですか。でやっぱり使ってる以上、先ほどの靴みたいな通気性よりは蒸れちゃうんですよ。蒸れで匂いとか気にならない、リオプットっていう抗菌防臭の加工されたインソール使ってますので、これで匂いが大丈夫。見た目なんですよ、ここのパーツとあとこのなみなみですね、サイドの両面にある、あとかかと、やっぱ雨の日暗闇っていうのは視認性で危ないので、これが反射素材になってますので光った時に視認性が高まりますので安心ですっていう靴です。で実際こちらの実験コーナーなんですけども、私ヒット履いてるんですけども、5センチ防水っていう風にこちらの靴やって、5センチっていうとどんぐらいなって、これも5センチなんか全然ないんですよ。でイメージ5センチ防水っていう少なめで言えば言ってるんですけども、ここの縫い目より下は大丈夫なんですよね、大体。で、実際ですね、こちらの靴でちょっと跳ねちゃうかもしれないですけども、このぐらい濡らしても中に入ってこないように。で、弾きますよ、中にも入ってきますよ。さすがに土砂降りの日っていうのはダメなんですよ、秋口からも入ってきますし、はい、このぐらいの雨であれば全然対応できるっていう防水シューズです。私勘違いしたのが、雨の日ってみんなランナー履かない、走らないと思ってます。あそう、ね、確かに走らないですけど、走られる方っていうのはもう濡れる前提でもう割り切るらしいんですよ。でただやっぱりちょっとの雨とかですぐまたびしょびしょになって数日間履けなくなっちゃうんで、ある程度防水性のある靴
のランニングシューズっていうのはもうあの一定の方たちにすごい需要があるんですよっていう声をいただいて、今回ちょっと商品化させていただきました。すごい、本当に濡れてないですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。やっぱりあの今日ここに実験コーナーあるんですけど、はい、今もうちょっとほとんど閉めちゃってるんですけど、はい、皆さんさっき見たやつのオーバーバンであるとビシャーンって結構ここら辺から入ってきてびちゃびちゃになってで実際私さっきキックさせていただいてるんですよ。あ、こういう風に濡れてないんで、でやっぱり調子に乗るとこういったとこからは入ってきちゃうんでっていうのは雨の日にも対応できる靴で、当然雨の日っていうとマンホールの上とかグレーチングの上とか濡れたところってすごいつるっと滑りやすいじゃないですか、うん、ですので靴底のところこういう見てくれになってるんですけども、これあの我が社でよく言う体活のソール使ってますんで、濡れたマンホールとかでもつるっと滑りづらいようになっております。これが通年今回出す新商品の通年のメインですね。はい、先ほどの新商品です。大体のお店入って2900円で販売させていただいてるところです。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、どうでしたか皆さん。ランニングシューズであの防水性はかなりすごいと思います。しかもお値段リーズナブルなので、もし安くていいものを探している方はおすすめのアイテムだと思います。すでに店舗でも発売しているところが多いので、興味のある方は店頭で確認してみてください。今回も動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。